バート・カールス・ハーフェンであるに住んでいる。1977年から、カールス・ハーフェンは、バート・カールス・ハーフェンと改名し、塩水星やバロック都市の称号も請求している。バート・カールス・ハーフェンは、北ヘッセンの北の境界部に位置し、市のすぐ北西に位置するハノーフェルシェ・クリッペン沿いには、ヘッセン州ニーダー・ザクセン州、ノルト・ベスト・ファーレン州の三州宗教があり、北のゾリングと、 南のラインハルトの森戸に挟まれている。この市は南から流れてきたディーメル川が東から流れてきたベーザー川に合流する河口に面する海抜95.6メートルの位置に広がっている。この河口の南西にヘッシシェクリッペンがある。バーとカールスハーフェムは北は市町村に属さない地区であるゾリング、北東はボーデンフェルデ東は 市町村に属さないグーツベチルクラインハルツバルト、南はトレンデルブルク、西はベーベルンゲンと境を接している。マテウス・メリアンの同伴画に描かれたヘルマースハウゼン現在のバート・カールスハーフェンシクは1699年にセバーグとしてヘッセン・カッセル・ホーハク・カールによってフランスから逃れたユグノー派の宗教難民の入植地として建設された。この集落の名は ラインハルトの森北部にある247メートルの山、ジーブルクに由来する。カール・ホーハクはこの集落を新たな産業、商業都市とするよう命じ、技師で建築家のフリードリヒ・コンラーディが計画を立案した。このカール・ホーハク運河を掘作するという野心的な計画は、反ミュン運転での関税を解するために、この町から、ホーハクの宮廷都市、 カッセルまでの新しい水路を建設するものであった。この計画は一部が実現しただけであった。カールス・ハーフェン氏に関する他の計画も同様に一部のみで頓挫した。1717 17年にこの町は宮廷建築家ポール・ジュライによってカールス・ヘイブンと改名された。この新しいバロック都市の最初の住民はユグノーハ信者とワルドーハ神社であった。 歴史的にはこれよりもかなり古い町であるかつてのヘルマースハウゼン市は1972年からバート・カールスハーフェンの市区になっている。バロックの旧市街の高田。1704年に身体障害者用施設が建設された。この施設は1918年まで負傷したヘッセン兵やその家族の終身宿舎として利用された。1730年にユグノーハ信者の薬剤師、 ジャック・ギャランドが塩水泉を発見した。1763年には、ポンプ場と3機の市場化装置からなる製塩所が設けられた。やがて塩の販売の他に、温泉、療養施設の建設がなされた。1935年から、カールスホフンは、カールスホフンと改められ、1977年からは、バット・カールスホフンと改名されたバート・カールスハーフェン。 視聴者2005年4月10日の直接選挙で、セティの候補ウルリヒ夫は62.94%の票を獲得し、対立候補のロルフ・シュリースマンを破った。2011年の市長選挙でも無所属となった夫は78.32%の票を獲得した。2017年5月の市長選挙でマルクス・ディトリこの選挙の投票率は66.7%。 パーセントであった。バートカールスハーフェムは19議席からなる。道路、バートカールスハーフェムは、晴れに至り連邦道 B83 号線に合流する連邦道 B80 号線の支店である。連邦アウトバーン A7 号線の最寄りのインターチェンジは約4 0トル離れた半身運転にある。ほぼ同じ距離にパーリップ空港につながる。 A44 号線のインターチェンジがある。自転車道広域自転車道 R1 号線がこの町を通り、ヒルシュホルムを発したヘッセン自転車道 R4 号線がこの町を終点としている。この他に、ハンミュンデンからクックスハーフェンに通じるベーザー自転車道やウッセルンからバート・カールスハーフェンまでのディーメル自転車道がある。鉄道、バート・カールスハーフェン付近を走る。 ゾリング鉄道。背後に、ハノーフェルシェクリッペン、手前にベーザー川が見える。グレーベンシュタインからヒュンメを経由して、バート・カールスハーフェンまでの27.92キロメートルは、1848年3月30日に、カールス鉄道という名称で開通したヘッセン、剪定交流最初の鉄道で、バート・カールスハーフェン・リンケスウーファーからヒュンメを経由して、カッセルに通じていた。 ヒュンメまでの旅客運行は1966年に廃止され、トレンデルブルクとバーとカールスハーフェンとの間の貨物輸送も同様であった。この鉄道のヒュンメまでの区間は1986年に最終的に廃止された。カールス鉄道が廃止されるまでこの町には2つの駅があったが、現在残っているのはバーとカールスハーフェンでヒテスウーファーだけである。この駅は、 オットベルゲン・ボーデンフェルデ・ノルトハイムを結ぶ、ゾリング鉄道の駅であり、DB レギオが2時間ごとに、レギオナルバーンを運行している。この路線は、旧カールス鉄道とは接続していなかった。1990年代のゾリング鉄道の単線縮小化に伴って、この駅も縮小された。この町は、北ヘッセン交通連盟に加盟している。しかしこの駅は、 二つのニーダーザクセン州の駅、ボーデンフェルデとラウエンフェルデ・ベェーベルン園に挟まれて孤立しており、このため南ニーダーザクセン交通連盟の料金に従っている。また、ノルトベストファーレン州方面への交通期間は、パーダーボルンヘクスター近郊交通連盟のホッホシティフト料金やノルトベストファーレン料金に従うものもある。港4月から10月までの期間、 ヘクスター及びエーデルスハイム域のベーザー、川定期船が利用できる。この定期船はフロットベイザー・ウントダイ・ウェザーシ・フリニエ2000が運営している。ヨグノーハの東シンメトリーに配置された通りを持つバロック様式の街並みがいくつかの場所で強い印象を残している。主な建物としては港に直接面し堂々とした寄せ棟の屋根とその 中央に消灯をいただく姿が目立つ、旧税間倉庫がある。この建物は1715年から1718年に建設され、宝白が訪れた際には、宿舎として利用された。ここを起点として、当初はマールブルクまで掘削される予定であったが、結局わずかにヒュンメまでしか掘り進められなかった、ラントグラーフ、カール運河の名残を見ることができる。 バーとカールスハーフェンの西外れ、ヘッシシェクリッペンにユグノーハの塔がある。この塔は、ハイキングの目的地として知られており、ここからは街を見下ろす良い眺望が得られる。さらにベーザー側の対岸、すなわち右岸側に、ハノーフェルシェクリッペンが森に覆われた斜面に突き出している。これは7メートルから75メートルの高さのブンター、サガンの石中群である。 そのうちの一つの上に展望台が設けられている。1989年に設立されたドイツユグノー派博物館バート・カールス・ハーフェンは旧市街のかつてのタバコ工場跡にあり、フランスとドイツのユグノー派の歴史を包括している。バート・カールス・ハーフェンの最初の住民はそのプロテスタント信仰のためにフランスから追われたユグノー派信者たちであった。 この博物館は2006年に拡張され、系譜学研究所と私立文書館が追加され、展示スペースは500平方メートルとなった。バーとカールスハーフェンは、ベーザー川沿いを歩くハイカーに人気で多くの遊歩道が整備されている。ベーザー川の貸しには、キャンプ場とミニゴルフ場がある。保養都市として、バーとカールスハーフェンには、近代的な保養センターを有している。 1986年には新しい市場化が設けられた。市内のクアプロムナード沿いに約2000万ユーロを費やして温泉浴場が建設され2004年12月18日にオープンした。この温泉は塩分顔量23%で深さ1150メートルから組み上げている。はじめこの温泉はクリスタル温泉ベーザーベルクラントと称し、 クリスタルベーダーグループに属していた。アルパイン・バウエージーによる建設費と増大する全所有者の賃貸料のために、フィルトのクリスタルベーダーグループは2009年までに、バート・カールス・ハーフェン氏に対して約1220万ユーロの債務を負った。2009年の和解及び譲渡契約への署名後、2009年10月1日から、バート・カールス・ハーフェン氏は、 子会社のボデビトリブウェザーバーグランド GMBH を引き取り、ベーザー温泉として事業の継続運営を引き継いだ。ありがとうございます。